本日紹介するのはアイドルの柿はるかさん。生年月日2001年8月8日、身長166センチ、栃木県出身。柿はるかさんは日本のアイドルであり、女性アイドルグループ乃木坂46のメンバーである。ファンからの愛称はカッキー、カキちゃん。2歳年下の弟がいる。好きな食べ物はエビ。趣味はイラストを描くこと。ブログやウェブサイトでイラストを公開することがあり、アニメーターを目指していたこともあるそうです。憧れのメンバーは山下美月、同期の北川由里とは同じ生年月日である。2001年8月8日、大阪府に生まれ、小学5年生の時に栃木県へ引っ越す。2018年、何にもない毎日を変えたいと思い、坂道ボードオーディションに応募し、8月19日に合格した。加入そのものは11月で、同年12月3日に日本武道館で行われた乃木坂464期生お見立て会でお披露目された。2019年7月15日、乃木坂46のシングル夜明けまで強がらなくてもいいでシングル表題曲に初選抜、1列目に抜擢された。2020年3月25日発売のシングル幸せの保護色収録の4期生楽曲で初のセンターを務める。2022年3月30日初のソロ写真集まっさらが同年6月7日に新潮社より発売されることが発表され、4期生からは初の写真集となった。同年4月27日時点で初版が16万部となることが分かった。これは新潮社126年の歴史で写真集として最多の初版部数となる快挙であった。そんな柿はるかさんですが、ビキニは写真集を出すまで来たことがなかったそうです。本人曰く、誕生日の8月8日をはじめ何かと8にまつわることが多いとのことで、学校での出席番号も8番が多く、オーディションのエントリー番号は18と、自らを8に愛されているという柿はるかさんは、写真集の点数を問われ8億点かなと思いますと答えたそうです。また憧れの山下美月から写真集を褒められ、生きててよかったと述べています。いかがだったでしょうか。まだまだ伝えきれていない彼女の魅力がたくさんあると思いますので、よろしければコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。今後も日本で活躍するモデル、女優、アイドル等を解説していきますので、よろしければぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。